お母さんが用意してくれた朝食を篠さんと食べ、僕らは一緒に学校まで来ていた。いつも騒がしいけど、今日はそれに輪をかけて騒がしいな。天音さん、本当にいいお母さんだね。美人で、若くて。こっちが何も言わなくても察して測ってくれるんだから。美人だとか若いだとかは個々人の物差しで変わりますから僕からは何も言及しませんが。まあ、親としても人としても、尊敬できる人だとは思ってますよ。僕も。いいなぁ。ほんと。羨ましいよ。昨夜の約束。契約の内容を篠さんが守ってくださるのでしたら、僕は篠さんがうちにいようがいまいがどうだっていいですよ。それは、所有物根性的な言葉？そうだった。篠さん僕の所有者だった。弁明とかも面倒なので、もうそれでいいですよ。篠さんとそんな会話をしつつ、校舎へと向かっていると、顔赤く腫らした男子生徒。確か、篠さんをいじめていた中にいた男子生徒が声をかけてきた。おいクルス、ちょっとこっち来い。スバルくん。ごめんね。私休養できたから。そういい、男子生徒の後を篠さんがついていこうとするので、僕は男子生徒へと疑問を投げかける。僕も僕で、篠さんに用があるんですが、そちらの要件とは一体どんなのなんですか。こっちは人手の足らない生徒会の業務なんですが。先輩に呼ばれてんだよ、クルス連れてこいって。へぇ。先輩ってどなたですか？だ、誰だっていいだろ。生徒会長様にはそこまで話さないといけないって拘束でもあんのかよ。いえ、そんな拘束はありません。ただの興味本位で聞いただけです。やっぱりか。僕の考え通り、この人の言う先輩は部外者の可能性が高いな。昨日時点で分かってはいたけど、先輩を脅しに使う割に、僕が生徒会長って名乗ってからは、先輩って単語を口に出さない以前に、すごく具が悪そうにしてたし、2年生なんだから、もうちょっと堂々としていれば、その先輩が3年の先輩を指してるって誤認させれたのに、馬鹿正直というか、単に馬鹿なのかな。もういいだろ、遅れっと俺が先輩に怒られんだよ。おい、クルスもさっさと来い。僕が言わずとも察したのか、篠さんはわざとおどおどとし、僕と男子生徒を交互に見る。わかりました。あとあと篠さんを探すのも面倒ですから、僕もついていきますよ。そうすれば誰も困りませんよね。は？言い訳ねえだろ、生徒会長様はそれすらわからねえバカなのかよ。友達いねえだろお前。いませんけどそれが？それとも、聞きもしない人格や人間関係への攻撃をしてまで、僕に見せたくないものがあなたの向かう先にはあるんですか？柔道部副部長さん。そういえば、今年の柔道部の部費の徴収率は、例年に比べ、半分以下らしいですが、それと、あなたが焦っている理由に、もしかして関係があるんですか？付け加えて言いましょうか。部費の徴収は例年以下。なのに、部の予算会議でそちらが申請した額は、例年の倍以上。そして何より、柔道部の今年の活動は、大小合わせてもないに等しい。ちょうどいいですので、そこら辺すべて答えてくれませんか？まあ、本来、こういう草の根調査的なのを率先してするべきなのは教師なんだけど、うちは教師も腐ってるからな。わかった。連れてきゃいいんだろ。その代わり余計なこと言うんじゃねえぞ。その時は俺がお前のことボコすからな。スポーツマンにあるまじき発言。まあ、二言目には先輩だし、所詮、虎の絵を借りるなんとやらか。ご理解いただけたようで何よりです。お互い、無駄な労力は使いたくありませんからね。さっきからイライラしている男子生徒は裏腹に、僕はあえてニコニコと貼り付けたような笑顔を浮かべる。お、近くで見っと、こいつすげえ上玉だな。で、そのチビは何？ここは高校だろ？いつ俺の知らない間に幼稚園になったんだよ。すいません、こいつがどうしてもって言ってきて。それにクルスも。一応、生徒会長をやらせてもらっているので、顔を晴らした生徒がいれば気にはなりますし、その人が焦って誰かをどこかに連れて行こうとしていたらなおのこと。生徒会長やってるだけあって、正義感ましましってか、うっさいねえ。いえいえ、それほどでもないですよ。僕はただやらされてるだけなので。で、お前なんて言うの？生徒会長って名前なわけないでしょ？そっくりそのままそのお言葉を返しします。いやいや。はぁ？俺、質問してるのは俺の方。わかる？ええ、ですから答えたんですよ。人に名前を聞くなら、名乗るのはあなたからが礼儀だと。あんま調子こいたこと言ってんなよチビ。僕がチビなのは事実ですが。そういうあなたはボケ品ですか？僕がそう答えると、イラついたのか。先輩と呼ばれている人物は、頭をかきむしり声を荒げる。おい、いい加減そいつ外連れてけ。いい加減うぜえんだよ。先輩と呼ばれる人物がそう言うと、さっきから黙っていた柔道部部員は、僕を外に連れ出すために近づいてくる。仕方ないですね。僕も今回のことをあまり大ごとにしたくなかったですが、あなたが素性を話さないというのでしたら、警察に通報しないといけないですね。得体の知れない部外者が学校内にいると。は、残念でした。
俺はこの学校の卒業生だから部外者じゃありません。この学校卒業してるだけで、現在進行形だと部外者に変わりないのでは。というかお前もそいつ外出すの手伝えよ。すいません。OB なだけの部外者が柔道部副部長に蹴りを入れ、僕らから視線を離し、その隙に篠さんが僕に声をかけてくる。スバルくん。私、力じゃどうしようもないよ。都合よくスタンガンとか、護身用の道具持ってるわけじゃないから。丸腰なのは僕もですよ。痛い思いをしたくないのでしたら、今逃げるべきですよ。周りも今起きてる暴力に集中してますから。でも、あの人がいるからストレスの発散として私がいじめられてるんだよね。多分、そうでしょうね。負の連鎖で誰かしらどこかしらにはしわ寄せがきますから。どうします？あの人は間接的に篠さんがいじめられ続ける理由を作ってる人ですよ。この学校には不必要だとは思いませんか？先に言っておくけど、この場から逃げたとしても、スバルくん、私は君を逃がさないから、理解はしてますよ。所有者様、僕がそう答えると、篠さんは一呼吸整え、目の前で行われている暴力を止めに入る。ごめん。ごめんなさい。やめてあげてください。かわいそうですし、謝ってるんですから。篠さんはおそらく、いじめられてる経験からなのか、人がされて嫌な言動がわかるんだと思う。だからこそ、心にもない同情の言葉を吐ける。そして、他人を見下して、わざわざいじめという言動に表してまでマウントを取りたい人間は、見下してる人間に同情されることを一番嫌う。なぜなら、脆い自尊心が著しく傷つくから。何？クルス、俺に気でもあるの？体くっつけてきちゃってさ。まあ、かっこいい人だなぁとは。ですがさすがにやりすぎです。私、暴力を振るう人は大嫌いなので。わあったよ。こいつへのしつけはこの辺にしといてやるよ。よかったな。俺が優しくて。ありがとうございます。では、お名前まだ聞いてませんでしたね。私はクルス篠です。あなたは？俺は明智。これからよろしく、篠。すみませんが、私はさっき言った通り、暴力を振るう方が嫌いなので、今後関係を続ける気はないです。まあ仮に、あなたが暴力行為を今後しないって言うなら変わりますが。わかったよ。そういい、明智と名乗ったやからは、道場の奥へと取り巻きを連れ向かい、ドカッと床に座り、酒盛りを始めた。篠さん、この人保健室に連れて行きましょうか。うん、わかった。その後僕と篠さんは、どうにか一人で歩けない男子生徒を二人で肩を貸し、保健室まで連れてきた。保健室の先行、いねえのかよ。くっそいてえ。今はコンパに行ってるらしいですよ。ああ、なんでお前みんなことわかんだよ。知ったかぶって偉そうにすんなよ。いえ、そこの机の上に置き手紙でそう書いてあったので、あなたこそ周りをもっと見るべきでは。偉そうにしやがって。ちびのくせに。僕は生徒会長なので、現にあなたよりも立場上偉いですよ。んなマウント取りに来たのかよ、クソが。さっさと傷の手当てしろよクズが。は？なんで私たちが汚らしいあなたを手当てしないといけないの？私に暴力散々振るってきたあなたを。てめえになんて鼻から言ってねえよ。何か勘違いしてるようですから教えてあげますが、僕もあなたの傷を手当てする気ないですよ。はあ？じゃあなんでこんなところに、ですか、考えればわかるはずですよ。僕は生徒会長として、なんで部外者が我が物顔で学校の敷地内に居座ってるのかの理由と、誰がそれを許したのか、ないし、誰が迎え入れたのかの責任の所在を知るために連れてきたまでです。さあ、答えてください。明智と名乗ったあの部外者は何者で、なんであなたは先輩と呼んでいるのですか。まあ、卒業生って言ってたから、聞かなくても調べれるけど。そんなの言うわけねえだろバーカ。お前らに明智先輩のこと俺が教えたって知られたら、俺が殺されるだろ。そうですか。篠さん、この人好きにしていいですよ。僕はこの場ではどういうわけかたまたま、視力と聴力が機能しないので、そういい。僕はこれ見よがしに目をつむり、耳を手のひらで塞ぐ。おいおい、待てよ。お前それでも生徒会長か？生徒のために行動すんのが生徒会長だろ。なんとまあ、自分にだけ都合のいい言葉を。今のあなたは、私のすることに、抵抗も、反撃もできない。とってもかわいそうな状態。違う？だったら何なんだよ。いつもの仕返しでもすんのかよ。そうしよっかな。ここちょうど保健室だし、保健室の先生が戻ってきたら、あなたのこと手当てしておいてくれるし、どれだけ私があなたに怪我を負わせても、あの明智って人に責任を押し付けれるから。どれからしてほしい？ペンを血が出るほど首に押し付ける？それとも振りかざしたハサミを刺さる一歩手前で止める遊び？ああでも私、したことはないから刺さるかもね。薄目を開けて見ていてもわかる。篠さんが今までされてきたことを羅列していくたび、
男子生徒の顔がだんだんと青ざめていく。だから僕はあえて口を挟む。はぁ？さすがにかわいそうになったので止めますが、一つ聞かせてください。僕はそう言い、床にへたる男子生徒と目線を合わせるため鏡、問いかける。あなたは、本当は部活をしたいんですよね。柔道部の部活を。だけどあの明智って人に部活を妨害されて、苛立って、志乃さんをいじめてしまったんですよね。今年に入っての柔道部の活動はないにも等しいのに、あなたの筋肉のつき方を見れば、それくらい僕にだってわかります。いじめは許されたことではないですが、あなたも被害者の部類には入ります。ですので、どうか教えてください。あの明智という人はどういう方なんですか？情報提供をしてくだされば、あなたが心置きなく部活をできるよう、僕が尽力することを約束しますので、あなたは、言いましたよね。生徒のために行動をするのが生徒会長だと。なら、そうさせてください。人間とは単純だ。危機的状況下ですがれる糸が垂れてくれば、先を見ずにすがる。言えない。俺からは何も。そう。ですか。僕が立ち上がろうとした瞬間、僕は志乃さんに押しのけられた。だったら何なの？同情の余地があるからってあなたが今まで私にしたことが許されるわけない。部活ができないストレス？そんなことで私は痛い思いをしたの？そんなことをする人間だから、好きなことできなくなったんでしょ。自業自得に私を巻き込まないで。志乃さんは、男子生徒の胸ぐらをつかみ、悲痛に叫ぶ。私はあなたに何もしてない、なのに。なのになんで、トイレに連れ込まれたり、理不尽に暴力を振るわれたり。嫌な思いをしないといけないの。全部あなたが悪いんでしょ。あなたの責任くらいあなたで終わらせてよ。なんで？なんで？なんで私が、嫌な思いを、しないといけないの？志乃さん。志乃さんが当たりたい気持ちもわかりますが、原因はその人ではないんです。ここは収めましょう。僕は志乃さんを男子生徒から話し、再度問いかける。あなたが、あの明智という人をかばう理由は何ですか？自分に害が及ぶからですか？あの人をどれだけかばおうと。あなたが本当にしたいことはいつまでもできませんよ。それとも、あの人をかばうだけの青春が、あなたの真にやりたいことなんですか？僕がそう改めて聞くと、志乃さんの慟哭が響いたのか。男子生徒はぽつりと、涙と言葉をこぼす。あの人、明智先輩は、去年卒業した OB だ。暴力とか、恐喝は、一緒に部活してた時からあったけど、俺はそれを部活の一部だって、割り切れてた。けど、なんか知らんけど、卒業した後もしばらくしてから、部活に顔を出すようになって、だんだん居座る時間が増えて、気づけば今みたいになって、だんだんと真面目に部活できなくなってた。それでイラついて、クラスでいじめられてたクルスに当たることが増えて、でも、生徒会長が言う通り俺だって被害者だ。部活したいのにさせてもらえなくて、威張るだけ何もしない奴に暴力を振るわれるし、何も教えてくれないくせに授業料だって金を巻き上げられるし、仕方ねえだろ、ストレス発散しても、俺だって部活できれば、お前に、何もしてねえって、生徒会長が何とかしてくれるんだろ？俺、また部活がしたいんだよ。また柔道ができるなら、クルスへのいじめもやめる。クラスの奴らにも口利きする。だからお願いだ、生徒会長。あいつを、明智の野郎を学校から追い出してくれよ。再度言おうか。人間は脆い。今の地獄から脱するためなら、どんな糸にだってすがりつく。それがたとえ、数ミリの雲が出した夜には心もとない糸だろうが、喜んですがりつき、這い登る。ええ？僕に任せてください。今はどうか、傷を悪化させないためにベッドに横になってください。僕が肩を貸しベッドまで連れて行く最中も、男子生徒は涙を流しながら、ありがとうと、上事のように言い続けていた。それからしばらく後、僕と志乃さんは生徒会室にいた。ああ、疲れた。いつにない大きな声出して喉痛い。お疲れ様です。本当だよ。今度からああいうことするなら前もって私にも言ってほしいよ。の割には、僕のしてほしい言動をしてくれましたよね。志乃さん。いやまあできちゃったんだけど。半分本心だったところはあるから、なんで私が嫌な思いを。ってあたりは特に。というか、なんでスバル君は途中からあの男子生徒に優しく言葉かけてたの？え？利用するためですけど普通に。え？私以外を利用するの？私嫉妬しちゃうな。安心してくださいよ。使い捨てのマッチくらいですし、志乃さんほどの利用価値はないですよ。ひとまずの目標を達成するための単なるマッチです。吸って火を起こした後はぽいですよ。僕は使い終わったマッチにまで慈悲の心を持てるほど、優しくはないので。なら安心。スバル君は私の所有物だし、スバル君の一番の道具は私だからね。否定しづらい事実なのが何度も。机に突っ伏していた志乃さんは、立ち上がり、僕の背後に回ると、
僕の首に手をかけ、楽しそうに語りかけてくる。で、あの気持ち悪い人、どうやって学校から追い出すの？名前と去年の卒業生って情報が入れたので、卒業生の情報から進学した大学を調べればすぐ済みますよ。簡単だねー。それで、どうやってそれを調べるの？それがなんと、今ならあの保健体育の教師が燃やしておけって言っていた書類の中に、卒業生の書類があったので調べ放題です。もしかして、あの時からこのこと見越してたの？いえ、さすがにあの書類がここまで役立つとは思ってませんでしたが、問題が連鎖してることは想像ついてましたね。なので、お昼にでも書類に改めて目を通して、大学を調べて、いろいろと根回しすれば解決です。ま、僕はそれだけで済ましませんが、しのさん、もうちょっとあの明智って人に媚び売れますか？スバルくんが望むならなんだってするよ。その代わり、私は私でちゃんとスバルくんに見返り求めるから。はぁ、一応言っておきますが、昨夜の傷は未だに痛むんですからね。思いっきり噛まれたし。うん、嬉しい。それ、返答として合ってます？私がスバルくんにつけた傷を痛がってくれてるから合ってるよ。まあ、昨夜の約束が約束ですからね。僕はしのさんがそのまま僕の首を絞めても咎めはしませんよ。僕はそれより、しのさんは僕に危害を加えたいのか、それとも単に恋人ごっこがしたいのか、よくわかりませんよ。私、何がしたいんだろうね。僕に聞かれましても、でも、スバルくんと一緒にいると楽しいし、スバルくんに危害を加えれると、充足感で満ちるのも感じる。だから、スバルくんも、私のこと存分に使ってね。そういい、しのさんは僕の首に這わしていた手に少しだけ力を入れる。珍しく僕が食堂でお昼を食べていると、つまらなそうな顔をしたしのさんが僕のところにやってきた。つまらなそうですね。そやね。あの先輩なんて名前だっけ？まあなんとかって先輩にメタメタにされた男子と一緒にいた二人わかるでしょ？しのさんをトイレに連れ込んで、頭から水かけたって残り二人ですよね。そう、その二人がなんとかって先輩に怯えちゃったみたいで、全然いじめてくれなくて、あっちはあっちで、スバルくんとはまた違った楽しみだったんだけどな。そういうことを、割と大きめな声で言うもんじゃないですよ。いやもう、私が周りから孤立してるのは今に始まったことじゃないから、誰に聞かれても問題ないし。割としのさんって神経図太いですよね。何もしてこない相手に興味ないだけだよ。誰にどう思われても私の価値がひっくり返るわけじゃないんだし。そういうところは共感できるんですけどね。食事の片手間に、しのさんとそんな話をしていると。これまた別の人物に声をかけられる。君が、スチューデントカウンシルプレジデントの、ふん、キッズサツキ？生徒会長も、僕って人間も、この場にいる名字がサツキの生徒もどれも僕を指してるし、一人だからきっとでしょ。生徒会長。なら僕ですね。それでそちらのビューティフルレイディーは、ミスクルス、出会っているかい？まあ、クルスは、私ですが、何か用ですか？お昼、食べたいんですが。いやーすまないね。モーメントでアージェントな用が君らにできてね。なんでちょっと、一昔前にテレビに出てた人みたいな喋り方してるんだろ。ところどころ言葉怪しいし。はぁ？それで、用途は何ですか？いやーね、僕のシニアである、ミスター明智が、ミスクルスと、ふん、ルアンチを一緒に撮りたいと言ってね。別に本来の使い方的には合ってるんだろうけど、常用されてる意味的に年寄りって捉えられかねないから、シニアを先輩の意味合いで使うのは、勘違いされても仕方ない気が。いやまあどうでもいいけど、あとランチの発音がうざい。それと、ディクレア。帽子にね、宣戦布告。って言いたいのかな。だとしても何に対して、誰に対してがわかんない。会話かも怪しいし。僕は、ふん。キッズサツキに対し、ディクレアを宣告する。宣戦布告を宣告するって、意味重複するけど自覚あるのかな。どうでもいいので、お昼食べていいですか？僕そこまで暇じゃないんですよ、こう見えて。それはあれかい？ハウル・オブ・アンダードッグかい？そこまで言うのでしたら、普通に負け犬の遠吠えって言った方が早くないですか？あと多分間違ってますよ。ドギードギー。はぁ？なの目に打ちいでよ、ガタシ。は。うっくす。スチューデントカウンシルプレジデントでも難しかったか。これはこれはソーリー。僕はこれから、時期外れのスチューデントカウンシルプレジデントエレクション。キッズサツキにもわかりやすい言い方をしてあげるのなら、生徒会長選挙コンダクト。行おうと思ってね。うわぁ。すっごい。発してる文字の3分の1も意味持ってない。別にいいですけど、お昼食べてからでいいですか。ノーエスケープだ。このことはもう許されているからね。君のアジェンダにも書き加えてもらうよ。なんか、もうめんどくさいな。
おそらく2年の男子生徒はそんなことを言い、僕の右腕をつかむ。あなたのひとまずの目的は、志乃さんじゃないんですか。僕はそう聞き、利き腕の左手を使い、お昼を食べる。おっと。君はライトハンドが利き腕だったか。ウックス忘れてるし、左右も間違えてるし。なんなんだこの人は。ミスクルス。こんな話の通じない男とルアンチなんてしてもボーリングなだけだろ。さ、ミスター明智がお待ちだ。ヒアウィーゴーだ。ミスクルス。いや、普通に行きませんよ。何言ってるかわからない不審者にホイホイついていくほど、警戒心ないわけじゃないですから。な、君はミスター明智とのプロミスをディストラクションする。そう言っているのかい？いや、ほんと、意味わかんないんで、そのミスターとやらのところにさっさと帰ってください。はぁ？うっぷすうっぷす。七三分けの男子生徒は、そう言いこぼすと、わざとらしく手のひらを額に当て、これまたわざとらしく首を振る。君らがここまで話のできないフーリッシュだったとはねえ。まさしく、ワンダーなサプライズだったよ。ま、キッズサツキ、スチューデントカウンシルプレジデントエレクションは、予定通り行うからね。アポイントメントをアジェンダしておいてくれ。アポって言っても、いつのいつからって言ってもらわないと効力を許さないんですが。七三分けの男子生徒は、去り際も僕らに対し、納得の言ってないような身振り手振りを続けていた。ねえ？何だったの？あれは、さあ、余興だったんじゃないですか。まあ、いろんな意味でいろんなものが冷めましたが、